はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャー、大歓迎、来るものはコババンズ、パーカッションのワークショップをお送りします。高文がお届けします。よろしくお願いします。え1、ー、6 × 1 6け3で768発叩きますと。いや、この動きを768回やるわけね。1曲あたりね、1曲あたり。だもんで、これなんかやってる中で、あ、なんかこうどうも力入っちゃうなとか、痛みを感じるとか、まあ持ってる側も当然そうですね。 このパンデーラ持ってる側もずり落ちてくるとか痛いとかえいうあとこう思いっきりパキ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 っていうようないちいちこの力を入れる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 オン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 ってってやってるとまあとてもじゃないけど体持たないわけなんですわはいまあ書いてありますけどわずかなストレスも命取りになるというところですね本当にちょっとした スストレスににすすごいい敏感になって欲しいんですねちょっとした痛みとかなんだろうなちょっとしたやりづらさとかでそういうのが積もり積もってね本当にその叩けなくなっちゃうことが大いにありますから十分気をつけてください長く続けたければ楽に叩くことを覚えましょうと言っておりますはいじゃあパンデロにおいて、えー、楽に叩くってどういうことさっていうことなんですが、まあ、ある程度 慣れの感覚もありますけれども、限りなくね、反自動操縦みたいな感じで体が動かせるといい。最近の車でも結構自動操縦の機能ありますよね、高速とかであのボタンを押したら、もうその一定のスピードでずーっと走ってくれるような。まあそういう感覚です。限りなく意識から外していく、どんどんこの自分の動きを。 で必要な時だけフッ、ふっ、ふっ、ふっと入れていく。まあ大事なこのベースのところとか、スラップのところとかですね。で、このチキチキは、限りなく、もう <laughs>、無意識レベルで刻みたいっていうわけなんです。で、まあそのための体の動かし方っていうかね、機構としては、やっぱり、まあ、主に、こっから先の、この動きなんですよ。で、この動きっていうのは、 まあご存知かもしれないし、いろんな動画で言ってますけど、主にこの骨を、こう、ひねってる動きなんですね。で、こっちに倒している状態っていうのは、ちょっとこう引っ張ってる状態になります。テンションをかけてる状態で、離すと、パッ、力を入れていない状態で、これをこう倒す方向に持っていくような動きっていうのは、ちょっとこう、引っ張ってる。 テンンションをかけけているるようなな動きになるわけですねで。これを利用してパッとこうバネを引っ張って引っ張って離すみたいな解放するみたいなアクションも利用するんですけれども基本的にはこの動きを限りなく楽に行ってこっちに振る動きっていうのはテンションをかけた状態になるでこっちに戻す動きっていうのは えー、テンションかけたところから解放した動きバネをピーンと伸ばしてパチンと離したような動きであるというのをなんとなく思っていただくといいかなと思いますはいで皆さんねちょっとおのおの自分の腕をこうバラバラバラと限りなく楽な状態 えー、こんにゃくとかねプルンプルンの物体になったと思っていただいてグニャグニャさせてくださいでアクセントの音ですね要はリズム的に特に大事なベースの音とかスラップの音っていうのは軽くこう腕を振るベースだったら変内ないこう内側に 回す瞬発的なスピードで鳴らしますでさっき言ったようにこうテンションをかけた状態から離すこの動きでスラップができると効率がいいですはいでそれ以外のさっき言ったね無意識でやりたいチキチキっていうのは限りなくこの動きを 震えさせるような動きで行いたいという感じなので、ちょっと皆様にやっていただきたいのは、力抜けてるとこのようにダランって手首落ちるはずなんですよ。落ちてない人いたら教えてください。手首こうなってます。あの、力入ってるんで、あーってこう、ばらばらってこう、揺らしてあげて、ちょっと手首カクンとなる状態にすると。で、この状態でこう、揺らしてほしいんですね。 ブンブンブンって振る必要ないんでできるだけ小さな振り幅小さな振り幅で何でしょう、まあ、この部分が振り子だと思ってこの振り子がなるべくこう小さな振り幅でフラフラフラっと振れるように腕を揺らしてみてください。 えとこの親指の付け根からこうグググググとこ,うまあこの辺まで骨が伸びてるわけなんだけどもまあこ,、まあ、この骨がこう主に大きく動くわけねでベースの時なんかはもう思いっきり動くわけなんだけれどもチキチキの時は限りなくこの振り幅をコンパクトにしたいつまりこんなに <laughs> いっぱい動かさないで なるべく小さな動きで振りたいっていう話を今してますなのでまず手首ダラダウンダララーンの状態で振るでフラフラフラって振ってる状態で手の向きとかを変えずにこのパンデールの方を寄せていってくださいこれができた上でこいつを近づけていく <laughs> このさすってるところからちょっとずつこの手を 起こしてくる感覚でだんだんなってくると思うんですよこの手の形をね起こしてくると。ではこの部分とこの部分が当たるようになればチキチキが発音できるわけなんだけれどもあくまで最初のこの楽に振ってる状態をベースに。 最小の起こし具合っていうのかな。なるべく、え、いきなり、えい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 とやらずに、だんだんこうアクセルを踏んでいくっていうか、徐々にこの <laughs> 力を注入していくようにして、鳴らしてください。で、この、 ミニマムで動かして発音ができる感覚が得られると最終的にまあものすごい速い本当に速い動きってまあ限りなくこうんていうの震えてるような動きになるわけなんだけれどもブル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 みたいなねこれをやるためには 抜いいいてる状態から行からななと、そこまででたどり着けないんですね。だからもうすでにリズムパターンをやっててなんか途中で疲れちゃうなとか、えー、痛くなっちゃうなっていう人は、えー、必要以上にチキ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 にパワーを使いすぎてる可能性がありますのでちょっとそういう観点であ意外と楽にやっても鳴るなっていうのを えー、確認認識していただくと結構ね成長速度がググンと上がるはずですもう一回やりますねまずブランブランの状態を作るブランブランの状態から、えー、このパンデールを当てに行くちょっとまあこんな感じになりますでこれだとちょっと音が鳴ってないんで主にこの部分とこの部分が当たるようにちょっとこう手の形を作るおよび起こす感じかね こうなってるところから、ちょっとこう、こっち方向に、起こす感じにすると、ここが当たるようになると。で、このままパンデールをぐぐぐぐっと、え、みんながやりやすいところまでこう <laughs>、持ち上げるっていうか、普段の構えのポジションに持ってきてあげて、え、小さい、 限りなく小さい労力で小さい音でも構わないんでずっと継続してチキチキ鳴らせるかっていうのを確認してください後あと,あとやるねこのベースとかストロークするときにはもちろん振り上げるエネルギーを使いますけれどもそうじゃないあんま重要じゃないところっていうかこのアイドリングしてる状態は限りなく省エネしたいんですよ要はこのチキチキのとこねこのチキチキを限りなく消費電力0.1%ぐらいにしたいと いう感じなんでオオオオオオン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 ,オン,オンっていう感覚で覚えてしまうとこれ抜くのなかなか難しいんですよ。ですでに、えー、やっもう何年かやってるとかねある程度経験値がああるんだけれどもこう力を入れることでしか発音できないっていう方は多分ね結構時間がかかると思う。その抜ける状態になるまでっていうか今僕がやっ 説明してる内容も多分あんまりよく分かんないと思うこの感覚っていうのがなので、えー、まず自分がそのねどっちかっていうのを自己判断していただいてあ自分結構力入れてこう振ってたかもという方は何だろう長いスパンで考えた時にこっちの方が、えー、より 最終的なこの演奏スピードも速くなれるし自分的にも楽だし怪我とかもしないのでできればねあのこのやり方を知っておいた方がいいかなっていう感じですでこうアイドリングしておけば必要な時にこうドーンといけるっていう感じですね常にこう力が入,れ入っている状態だとなかなかこう繰り出せないんだけど普段こう抜いている状態で <laughs> ああってこう。 行くっていうようなイメージですまあ、僕の感覚で言うとね